蕨市長の頼高秀夫です。市政ホットニュースをご覧いただきありがとうございます。今回はオミクロン株対応ワクチンの接種、子ども医療費無料化の拡大、災害協定の締結についてお話しさせていただきます。最初にオミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種についてです。今年に入ってからの第6波、そしてこの夏の第7波については、より感染力が強いオミクロン株が広がったことが原因とされていますが、いよいよオミクロン株に対応したワクチン接種が始まります。まず対象となるのは60歳以上の方など、現在4回目の接種対象となっていて、まだ4回目が未接種の方となります。開始日は9月26日からで、接種体制については当面7つの個別医療機関で実施いたします。接種券についてはすでにお届けしているものをご利用いただき、予約方法もこれまでと同様となります。次に10月から1、2回目の接種を終えている12歳以上のすべての市民の皆さんを対象に実施いたします。接種間隔については、前回の接種から5ヶ月以上経過していることが必要となります。接種券につきましては、10月7日より対象となる方々に年齢が高い順に3週に分けて発送し、接種券が届き次第予約可能となります。なお3回目が未接種の方は、その際の接種券をご利用いただくこととなります。接種体制については、10月より16の個別医療機関で実施するとともに、10月16日の日曜日から保健センター、東公民館、市民体育館、そして日本アンテナを会場に集団接種を行うなど、接種体制を抜本的に拡充することとしており、希望する市民の皆さんがなるべく早く接種できるよう全力で取り組んでまいります。次に子ども医療費無料化の拡大についてです。私は市長就任以来、子育て支援を市政の最重点課題に位置づけ、さまざまな取り組みを進めてまいりました。子ども医療費の無料化については、県南地域でいち早く中学卒業まで対象年齢を拡大をしてきましたが、来月10月からは負担の大きい入院について無料化の対象年齢を18歳にまで拡大をいたします。またこれまでは蕨市、戸田市以外の医療機関を受診した場合は、一度お支払いをしていただき、申請をしてその後お金が戻ってくるという手続きが必要でしたが、10月からは埼玉県内全域の医療機関において窓口払いが不要となるという改善がされます。これからも子育てしたいと思える蕨のまちづくりに全力を挙げていきたいと思います。最後に災害協定の締結についてです。蕨市では災害に強いまちづくりを市政の重点課題に位置づけ、さまざまな取り組みを進めておりますが、特に大規模災害の際に地域の総力を挙げて対応するため、民間企業や団体との災害協定の締結に力を入れてきました。例えばイトーヨーカ堂や伊藤園さんとは、災害時の食料や飲み物の提供についての協定を締結し、昨年には錦町に新たにオープンしたビバホームさんと災害時に災害用物資の提供をしていただくとともに、立体駐車場を一時避難所として提供していただく協定を締結しています。そして先月8月22日には富士測地株式会社さんと新たな災害協定を締結をいたしました。この協定では、大規模災害時に市が目視による被害状況把握が困難である場合に、ドローンを使って被害調査の支援をしていただくという内容となっています。これで災害協定の締結は46件となりましたが、これからも民間企業や団体との連携をさらに深めながら、災害に強いまちづくりを進めていきたいと考えています。今回は以上となります。ありがとうございました。